過去に身長170ない男と付き合ったことを言えばホビット寝返るよ。私大阪でいる時に付き合ってたプロゲーマーの方いらっしゃるんですけど、その人多分165くらいしかなかったと思うよ。ちっちゃかった。どう？これで好感度上がったんちゃう？好感度もしかして爆上げ？ 26 くらいかな。その人は背低かったな。けどそいつはゲームめっちゃ強かったし、大阪のやつやけんかな、面白かったんよな、ほんまに。ほらほら、ホビホビっとしてきたな。ホビホビ、ムクムク。そう、おもろかったら別に好感度気にしてる可能性もまあある。あ、それきっかけで低身長が無理になったかどうかが大事じゃない？いや別に、ってか私低身長が無理っていうのはさ、別にそんな本気で言ってないし、なんか今ネタとして言ってるけどさ、別に今そんな気にすることじゃないやん。けど、まあ、なんか煽ったらおもろいから言ってるだけやからな。178です、付き合ってください。それだけじゃちょっとまだ分からんな。もっといろいろお互いのこと知っていこう。私は150のイケメンと180のブサイクやったら180のブサイクです。なんか背が高いってだけでスタイルいいから、顔ブサイクでもさ、清潔感出したらさ、雰囲気イケメンくらいに余裕でなるよ。まあ男はな、そこら辺の身だしなみができてないやつが多いな。そう、顔の小ささってすごい大事。顔がちっちゃいとイケメンとか美人めっちゃ見えるよ、実際見た時に。え、米津玄師って188もあるん？勝ち組やな、ほんまに。遺伝子から勝ってるな。顔でかくて身長低いんはほんまになんか5頭身とか4.5頭身とかいうさ、あだ名つけられたりとかするやん。あれな、やっぱりスタイル悪いってのきつい。176で顔めっちゃちっちゃいってよく言われるけど、かっこいいとは言われたことないぞ。でものすごい顔がブスなんかもしれん、君は。多分その176あって顔めっちゃちっちゃいのにかっこいいって言われたことないんは、えぐいくらい顔がブスの可能性があります。ごめんな、こうやって真実は人を傷つける。顔でか、短足チビです。うー、つらい。それはな、ほんまにきつい。カルマを背負ってる君は。181で顔小さめです。結婚してください。でもそれでもかっこいいって言われたことないくらいブスなん。